昨日アップしたのでハロン案などの載せましたけども、同じこの日にあの沖縄にあるような鍾乳洞みたいなところにあの観光に行ったんですね。ちょうど今この出てるのがそうなんですけど、鍾乳洞だったら上からこうもう水気がタラタラして汚れてるんじゃないかなって、濡れてるんじゃないかなと思ったんですけども、すっかりもう乾いてて、こういうふうにライトアップでこうしながら、なんだろう、綺麗にあのあまり広いところではないんですけど、こういう鍾乳洞をあの観光できるようになってました。ここ行くのにもだいぶ階段100段以上登ったりするんですよね。だから足の膝とか悪い人たちはちょっと遠慮した人なんかもいました。私はちょうどまだこのくらいは行けるかなっていう感じで行って見てきましたけども、いや、やっぱり見ておいてよかったなと思いましたね。やっぱりこの壁のあの岩の作りなんかにもいろいろなんかあの昔話みたいな、おとぎ話みたいのもあって、ガイドさんいろいろ説明してくれていました。やっぱり男の人と女の人の恋物語みたいなね、そういうような岩があるんですね。そういう風に見えるんですよ。この赤いのなんか、なんか男の人が女の人に焦がれてるとかっていうようなことを言ってましたけども、はい、結構この岩もあの鍾乳洞も珍しいと思いましたね、はい。でここを見終わってから階段降りていく部分はかなりもう少なかったです。鍾乳洞の中でも階段登ったり降りたり あったんで、その分低くなってたのかなと思います。ちょうど昼食時間なんで、こういうメニューが海鮮料理でしたね。こういうふうに先にこういうものがバーッと出てくるんですよ。あのベトナムっていうところは、で最後の方でこういうふうにご飯が出てくるんですね。だからお腹いっぱいになっちゃって、ご飯があんまり食べないです。だけど夕食までにはお腹が空いてどうもならない感じに なるっていう、そういう風な感じを してました。でここはあのフエンっていうところで、あのセンチュリーホテル、センチュリーリバーサイトっていうホテルに泊まったんです。あまりここは観光客来ないとこみたいで、今回のツアーで初めて北から南まで、ホーチミンまで、ハノイからホーチミンまでの横断の旅だったんで、ここを寄るようにしたっていうふうにガイドさん説明していました。でここに泊まって、まあ、普通よりちょっと上くらいのホテルでしたね。であまり見るところもそんなにここはないみたいで、移動が多かったです。これはホテルの周りを買って見学して、そこで写真撮ってきたんですよね。主人とこう散策しました。朝早かったですけど、綺麗になったところでしたよ。なりますけど、ガイドさんが言ってました、バイクがとにかく多いのでバイクの質問するもんですから話してましたけども、日本のバイクでホンダが一番人気があって、みんなホンダを持ってる人は金持ちだって言ってるそうです。で1台にもう25万くらいでだいたい買えるそうですね。もっと上も切りでいろいろありますけども、だいたい25万くらいなんですって。ところが中国の方では5万くらいで買って納めてくるらしいんですよね。それにはもうヤマハだったらハンダとかで、ホンダだったら なんだっけな濁音つけたような言葉つけて似たような名前を車につけるらしいです。
真似するんですね、何でも真似してさって、ね、名前まで紛らしいような名前つけてくる、あのバイクを買って売ってくるみたいですよ。だから中国大嫌いみたいなこと言ってて、ここまではっきり言ってやっていいのかなと思うくらい、中国大嫌い、日本人大好きって、いろんな白い人がとにかく好きだみたいなね、そんな話してました。本当はあれだけ、あそこまではっきり嫌われちゃうと困るんじゃないかなっていう気はしましたけどもね。でここはだいたい4日5日っていう感じで見て歩いたところですね。ここのちょうどガイドさん、中部のガイドさんなんですけど、気前がいいっていうか、ちょうどあのツアーの中に1月10日誕生日の人がいて、その人が正月の年末の年取りだとか正月料理を作るんで、誕生日っていう誕生日はほとんど祝ってもらったことないって、あの観光してる間ガイドさんとか添乗員さんに話してたようで、夕食の時にはもうすごいビッグサービスしてくれてましたね。花束贈呈と、あとワイン2本添乗員、ガイドさん、現地ガイドさんですけど、サービスしてくれました。ものすごい盛り上がってすごかったですね。面白かったです。世界遺産でこうちょっと階段登ってこうやって見て歩いたんですよ。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、確か海田庭町とかっていう世界遺産だったと思います。階段こう登ってって70の塔みたいになってますね、赤い塔みたいなのは。結構外国の車もこう走っていましたけど、やっぱりバイクが主体でしたね。こういうのがあったんです。ガイドさんに質問したら、そういう中国とのな話を説明してくれたんですよね。何でもコピーするみたいですよね、中国の人っていうのは。真似ばかりして、自分で何か考え出さないっていうか、そんなようなこと言ってました。なんかみんなのんびりしてる感じしましたね。人間がのんびりしてるように。暑いからまあ、むたくた働けないでしょうね。日本と違うから、やはり。日本では結構一生懸命やんなかったら一生懸命やんないと言われちゃうんですけど、なんかのんびりもう腰を下ろしてはなんかおしゃべりして、そしてちょろちょろっと動いてるっていうような感じでした。はい、芝生なんか綺麗でしょ。これゾウさんですよ。博物館とか見た後、ここで昼食ですけど、これ一応西洋料理だとかって言ってましたけど、まあ西洋料理なんでしょうかね、ちょっと分かんないですけど、ポテトフライとかついてるからそうなんでしょうね。ほとんど私もポテトフライは食べれなかったですね。こういうサラダ類を先わーっと食べちゃうんで、で肉が久しぶりに3日目ぶりかそれで肉が出たんです。でアイスクリームもデザートとして出たの初めてです。はい、このおもちゃ何の気なし1ドルだか2ドルとかっていう、最初5ドルと言ってたんですよ。それが2ドルだか3ドルっていうんで買ったんですけど、孫たちに大受けでした。シンクロ上
乗車体験しました、みんなで。はい、どこでもこれやってますね。北でもやってましたし、今中部ですけど。であとこれ見ながらこう市内20分くらい乗って歩いたんで、これは道市場ですよ。はい、市場ですから何でも置いてます、こういうふうに。安いです。そしてここでもみんな帽子買ったりしてあるんですね。でベトナムの帽子買ってない人は買ったんですよ。こういうふうにかぶってるでしょこれ。な、ほんと受けましたよね。で夕食はここのレストランで食べたんですけど、上料理でした。はい、ちょうどこの方が64歳の誕生日だっていうんで、もう本当に楽しい兄弟でしたよ。弟の方は結婚してないみたいで、ここで花束贈呈とワイン、赤いワイン2本プレゼントしてくれたんです、ガイドさんが。はい、終わってからあとホテルに行って戻って次の日の支度をして、そして寝ました。はい。